どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生と中の人です。私は今アムロハルカス美術館にやってきているんですが、今こちらの美術館ではこちらのコレクター富太郎の目という展覧会が開催されているんです。そしていつもだったら私は展覧会の方から画像をお借りして、そしてそれを小柳先生が解説させていただいているんですが、今回はなんとアムロハルカス美術館さんが閉館後の館内を小柳先生のために開放してくれることになりました。ということで今回は美術館の中から作品の解説をしていきますので、どうぞ楽しんでいってくださいね。それでは今日も楽しく美術トラベル。それでは福富太郎の目という展覧会なんですが、そもそも福富太郎って誰という方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご紹介させていただきますね。高度経済成長期を生き生きと駆け抜けた実業家である福富太郎さんは、16歳の頃に銀座のキャバレーにボーイさんとして働くようになったそうなんです。そしてそこでメキメキと実力をつけていって、32歳になった頃自らのキャバレー銀座ハリウッドをオープンしたそうなんですね。そしてそこから全国にたくさんのキャバレーを持つようになっていって、最盛期にはなんと44軒ものキャバレーを経営するほどになったそうなんです。それほどの実業家である福富太郎さんなんですが、彼にはもう一面お顔があって、それが絵画のコレクターなんです。そして彼がもちろん選んで絵画を購入するんですけれども、この作家が有名だから買うとか、この絵が高いから買うとか、そういった買い方ではないんですね。それが福富太郎の目っていうことだと思うんですが、彼は自分がいいなって思ったものを買うことにこだわりがあって、そして考え方にも有名な作家だからといって全ての作品が素晴らしいとは限らない、また無名な作家だからといって素晴らしい絵がないとも限らない、ということで本当にご自身の心が動いたものを探し求めていったと思うんですよね。そしてもし無名の作家の作品を買う時なんかには、もう専門家も驚くぐらいお勉強されて、そして本当に分かったところで購入するっていうようなエピソードも残されているそうなんです。なのでそんな福富さんの目がキラリと光るような作品がたくさん集められているこの展示会なんですが、この福富太郎さんのコレクションのほとんどは近代の日本画なんです。ただ今回の展覧会に関してはこの福富コレクションの全容をご覧いただきたいということで、日本画と洋画と半分半分ぐらいの割合になってるんです。なので日本画がお好きな方、洋画がお好きな方、どちらの方にも楽しんでいただけるような展覧会になってると思いますので、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。それでは早速絵画のもとに行ってみましょう。ではこちらの作品は明治から昭和にかけて生きた画家北野恒富によって描かれた道行きという作品です。こちらの絵をご覧いただいて皆さんにはどんな風にご覧になられますでしょうか。とっても美しいんですけど、なんだか儚げな、なんだか妖艶な感じがするんじゃないかなと思うんです。実はこの頃の日本画壇っていうのはヨーロッパで流行った世紀末美術っていう少し大敗的な絵があるんですが、そういった絵の影響を受けて日本の画壇でも怪しいものとか儚げなものが流行っているような時代だったんですね。なのでこの北野恒富もその風を感じ取って、そういった妖艶なものを自分の画風の中に取り入れて恒富風美人画っていうのを開拓していくんです。そしてもちろんその絵は素晴らしく美しいんですけど、やっぱりあまりにも攻撃的だったので京都の画壇から、恒富自体は大阪の画壇の方なんですが、京都の画壇からはこれは画壇の悪魔派だって言われたほどに攻撃的に見えたようなんです。こちらの作品は近松門左衛門の人形浄瑠璃真珠天の網島という題材から撮られています。大阪の商人である治兵衛は奥さんと2人の子供がいたにもかかわらず曽根崎の遊女である小春に恋をしてしまいます。
そして小春も次第に地平に惹かれるようになっていって、二人は恋仲になるんですが、二人は結ばれることのない恋なんです。彼らはどうしようもない自分たちの未来を悲観して心中することにするんですね。なのでこの作品はものすごく悲しみにあふれていると思うんですが、今二人が心中に向かうところなんです。まず全体をご覧いただいて、彼らの位置を見ていただきたいんです。この4面にわたる広い屏風の右端に立っていますよね。このことから絵を見ている私たちに、二人の先にはもはや道はないことを想像させます。二人が歩んできたであろう道には、不穏な空気を感じさせるカラスが2羽待っています。人物をご覧いただくと、心中を決意した二人の気持ちが見て取れるようです。小春は力なく地平の背中にもたれかかって、まるで現世の未練の現れのように小春の着物の裾が長く広がっています。真っ白い小春の手は地平の手とつながれて、二人の手の中には一つの数珠が握られています。全体の肌の白さの割には、指先だけにはほのかに赤みがあって、生身の人間らしさを感じさせますね。地平は覚悟を決めたような表情で、小春は絶望したような表情がとても印象的です。二人の目の周りのにじんだ墨が瞳の輝きを奪い、もう一筋の光すらないことを暗示するようです。この後地平が小春の首元を刺し、地平は自ら首を吊って心中を果たします。こうすることでしか結ばれることのない二人、二人の背後に薄い墨で描かれた飛び去っていくカラスが二人のその後を表しているようですね。では洋画の中からはこちらの作品をご紹介したいと思います。同じく明治から昭和にかけて生きた画家岡田三郎助によって描かれたダイヤモンドの女という作品です。岡田三郎助は女性の像を得意とした洋画家であり版画家なんですが、あの有名な横山大観とか竹内栖鳳らと一緒に第1回文化勲章を受賞したっていう、ものすごく実力のある画家なんですよね。そしてこちらの絵をご覧いただいて、美しい女性が頬杖をついて、そしてうつろな目線をこちらに投げかけていますよね。すごく素敵な絵だと思うんですが、実はこの絵には描かれた少しエピソードがあるんです。1907年から8年にかけて、その当時の新聞社時事新報という会社が日本で初めての美人コンクールっていうのを開催することになったんですね。そしてそのコンクールの優勝者にはなんとダイヤモンドの指輪が贈られることになっていたんです。だからこの作品をご覧いただくと、彼女の左手の薬指にはキラリと光るダイヤモンドの指輪があるんですね。なのでこれを聞くと、あ、じゃあこの人が美人コンテストの優勝者なのかなって思われると思うんですが、実はそれが違うんですよね。この絵は美人コンテストの優勝者が決まる前の1908年の元旦に発行される新聞の付録につく版画の元絵なんです。つまりまだ優勝者は決まっていない状態なんですよ。だから彼女がダイヤモンドをつけて彼女が優勝者っていうわけではなくって、新聞につけられたこの付録を見て、え、このダイヤモンドって誰の手に渡るんかなっていうような、この美人コンテストを盛り上げるための、まあ宣伝物のような形で作られたんですよね。それが版画になったんですが、それの元絵がこの絵っていうふうに言われてるんです。女性はえんじ色に梅の柄の着物を着て、髪は束髪にしているようですね。明治に入るまでは女性はみんな日本髪が言われていたんですが、明治に入りヨーロッパの影響を受けて、もっとラフなほわっとした髪型が流行したんですよね。なのでその当時の流行りの髪型をして、左手には箱から出されたばかりのダイヤモンドがはめられているんですが、着物に宝石を合わせることも当時にしてはとっても目新しいことだったんです。なのできっとこの絵は今の私たちが見るよりももっとおしゃれでハイカラに当時の人の目には映ったと思うんです。左手のダイヤモンドは白く華やかに目立つのに対し、女性の顔は微笑むわけでもなく、
く、おぼろげな表情であるのがとてもいい対比になっていますね。いかがでしたでしょうか。今ご覧いただいた作品は日本画から1点、西洋画から1点しかご紹介できなかったんですが、こちらの展覧会では先ほどの作家さんも含めました全55人の画家さんの作品がなんと80点も揃えられてるんですね。これだけ多くの福富太郎コレクションが一堂に会するのは本当になかなかない機会なんです。ですのでこの展覧会は来年2022年の1月16日までの展覧会になるんですが、ぜひ興味のある方は福富太郎のコレクションご覧になってみてくださいね。そしてこのあべのハルカス美術館さんでは来年2022年の1月28日よりまた新しい展覧会が開催されるんです。その名もイスラエル博物館所蔵印象派と光の系譜という展覧会なんです。モネのすごく素晴らしい睡蓮がやってくるんですが、それ以外にも聞いたことのある画家の作品がたくさん訪れますんで、そちらの方も楽しみにされていてくださいね。それでは今回は動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録してます？あ、しない方ですか？私はね、結構する方なんですよ。知ってみたらどう？Thank you.